やるなら決めろ、決めたら迷うな。今村です。今日はね、俺の中学の時の話をちょっとしたいなと思います。なんかわかんないけどね、中学入ったぐらいから自立心っていうかね、自分で金稼いだろみたいな雰囲気が相当ありました。で、いろいろやったんだけど、今日はその中の一つご紹介します。家はね、御所の結構近くでよく遊びに行ってたんだけどね、池の前を通るとね、立て看板にこの池入るでからずって書いてんだよね。なんかピンときて、俺池を覗いてみたんだね。そうするとね、その当時よく流行った緑ガメ、ゼニガメいっぱいいるんだよね。しかもね、そのカメたち相当のんびりしてるんだよ。ハッとしたね。この池入るべからずって書いてるから人が入ってこないんだよ。だからね、カメは油断してるなってピーンと来たんだよね。それ友達と話して、おい、このカメ取ってペットショップに売りに行こうって言ったんだよ。おもろいよ、やろうぜって言ってね、5、6人でこのカメ取りに行ったんだ。案の定カメはね、油断してるから簡単に取れるんだよ。面白いようにポケットというポケットにカメがいっぱいに入るんだよ。それをペットショップで売りさばきに行った。原価ゼロ、 100% で楽しかったね。そんなある日のこと、いつものようにね、ポケットに紙いっぱい入れてこうしてね、悠々と上がってきたらね、おったんが警察だ。なんやそのポケットに入ってるもん出してみ、タバコやろって言うわけ。タバコちゃうで、ちゃうでって言ってるけど、それ出せって言うから仕方ないから、ポケットからこう手出したら、手の中にあるのはタバコちごてカメや。警察はね、取ったんかって言うから、うんって言って、もう逃がしたれって言うわけ。仕方ないから下まで降りて行ってね、せっかく取った紙をね、逃がしてあげたの。上がってきたらさ、警察今度こう言うんだよ。この自転車はどうしたんや。この自転車赤、この自転車は黙って借りてきたって言ったらね、まあ、当然のように、補導されますわね。仕方ない。で、俺はね、その当時から、正直やったんで、タバコちゃう、出したら金、この自転車、誰の目的だ、ちゃんとね、まっすぐな、少年だったんだよね。その頃から。それからまたね、それを元手にいろんな商売しました。その時はね、親父にも怒られて、先生にも呼び出されて大変だったんだけどね、その経験が後々役に立つことになるんだ。人生は全く予測のつかない方向に行く場合もあるんだ。楽しいね。楽しい以外に何もない。やるなら決めろ。決めたら、迷うな。